アイブンコ朗読ポッド、夜ゼミの模様から抜粋してお送りしたいと思います。現代朗読夜ゼミです。ちょっと少人数の参加でしたけれども、宮本直子とが、音楽と一緒に反応し合いながら読んでみたいというリクエストがあったので、私がいつものピアノではなくてカリンバという楽器を使って、コミュニケーションのテストをしてみました。その模様をお送りします。自分の中にあるすごいこうしたいああしたいとかこうありたいとか本質的なものがあるでしょ。人間のすごい繊細で柔らかい自分自身の真ん中の部分があるんだけど、これ世間とうまくやっていけないんですよ。そのままだと、そのむき出しのままだとね、本能のままだと。だからいろんなことを身につけていくんだけど、その身につけ方が問題で、自分が思ってもいないような人物になろうとしてしまったり、自分が思ってもいない、本当はそんなことやりたくないことを自分がやりたいことだと思い込んでいたり、そうやって自分の嘘偽りの自分をいっぱい身にまとって何重にもまとっていくわけ。延々そうやってやっていくんだけど、これこう丁寧に剥がしていって、自分って何だろうっていう一番本質的なところまで来た時に、これをどうやって守っていけばいいんだっていうことが本当に問題だった。なんか出てわかる？私はあの音を聞けるようになりたいので、うん、もしあれだったら水木さんのピアノを弾いてもらって、うん、何よ？枕の草子を見ますか？うん、小さい音でやってみようか、はい、今日は。あ、音悪いですよね。あ、いいや、いいですよ。音。大丈夫だね。じゃあ。いや、でも。あ、いいですよ。あの、その音、ピアノの音じゃなくて自分で。ピアノの音じゃなくてね。あの、何か。カリンバ。カリンバか。カリンバいいですね。カリンバいいよ。カリンバ、私カリンバも。カリンバじゃない。カリンバだよ。ツヤスリムって何そのパッケージ先。ツヤスリムじゃない。カリンバの音なら大丈夫ですか？いいよ。これでも緻密に聞こうか、緻密に、まあ、読みながら、私もちょっと強み聞きながらちょっと音出してるんで。春はあけぼの、ようよう白くなりゆく山際、少し明かりて紫立ちたる雲の細く、たなびきたる夏は夜、月の頃はさらなり、闇もなおホタルの多く飛び違い、またただ一つ二つなどほのかに打ち光ってゆくも、おかし雨など降るも、おかし秋は夕暮れ、夕日のさして山の張りと地高なりたるに、カラスの寝床へ行くとって、三つ四つ二つ三つなど飛び急ぐさえ、
哀れなり。まいて、狩りなどの連ねたるが、糸、小さく、外したり、つかしたり、それからこのやり取りしたりっていうことがいろんなことできるようになってくる、ね、そうすると非言語的なコミュニケーション、音のコミュニケーションがそこで成立していって、で表現が、そして言葉と言葉を伝えるだけじゃなくて、音の表現、それから身体表現、非常に多層的な表現になってくるわけですよ、うん、まあ、その多層的、もともと人間って多層的な存在なんだけど、そういう多層的な存在表現として自分自身が伝えられていったら、それは非常に豊かな表現になるよね、うん、